マンドレーク、マンドレーク、マンドレーク、別名マンドラゴラ、マンドラゴラは、ナスカマンドラゴラ属の植物。古くから薬草として用いられたが、魔術や錬金術の原料として登場する。根茎が幾枝にも分かれ、個体によっては人型に似る。幻覚、幻聴を伴い時には死に至る。神経毒が根に含まれる。人のように動き、引き抜くと悲鳴を上げて、 まともに聞いた人間は発狂して死んでしまうという伝説がある。根茎の奇怪な形状と劇的な効能から中世ヨーロッパを中心に上記の伝説が付け加えられ、魔術や錬金術をもとにした作品中に悲鳴を上げる植物としてしばしば登場する。公主系になった受刑者の男性が激痛から射精した生液から生まれたという伝承もあり。 形状が断性器を彷彿とさせることから、多産の象徴と見られた。マンドレークは、地中海地域から、中国西部にかけてに自生する。コインナス族または、ナスカマンドラゴラ族に属し、薬用としては、マンドラゴラオフィシナロムエル、M o オータムナーリススプレング、エムコシェンズクラークの3種が知られている。共に例に数種のアルカロイドを含む。麻薬効果を持ち、古くは、 鎮痛薬、鎮静剤、射下,下薬、下剤、便秘薬として使用されたが、毒性が強く、幻覚、幻聴、嘔吐、動向拡大を伴い、場合によっては死に至るため現在薬用にされることは、ほとんどない。複雑な根からは、人型のようになるのもあり、非常に多く細かい根を張ることから強引に抜く際には、大変に力が必要で、根をちぎりながら抜くとかなりの音がする。 春先の種、エム・オフィシュナロムと秋先の種、エム・オータムナーリスがあり、伝説では、春先がオス、秋先がメスとみなされたらしい。恋、ナスビとも呼ばれる。普通方典に出てくる、マンダラカや、朝鮮アサガオの別名、マンダラゲとは全く関係がない。また、アメリカやカナダで、マンドレークといえば、ポドフィルムのことであり、 これもまた全く別属別種の薬用植物である。伝承では、カルタゴの軍勢が放棄して撤退した町にマンドレーク、入りのワインを残して行き、町に入ってきた敵軍が、先週祝いにこのワインを飲み、毒の効能によって眠っている敵軍を皆殺しにして、勝利を収めたと伝わっている。その他にも、ツタンカーメンの墓に栽培する様子が描かれている。また、ヘブライ語聖書に、 受体効果がある植物として出てくる、創世記第30章。魔法薬や錬金術、呪術にも使われる貴重な材料であり、一説には、精力剤、美薬、または、不老不死の薬の原料とも言われる。外見は人参に似た形状をしているが、地中に埋まっている、先端部分が二股に分かれて、足のようになっており、人間のようにも見えるという。マンドレークは、 完全に成熟すると自ら地面から生い出し、先端が二股に分かれた根を足のようにしてあたりを徘徊し始める。その要望はゴブリンやコボルトに似て醜いものとされる。地面から引き抜く際に凄まじい悲鳴を上げるとされており、この声を聞くと精神に著しいショックを受け、正気を失ってしまう。この性質からマンドレークの収穫にはかなりの危険を伴うため、 犬を茎につないで、マンドレークを抜かせるという方法が、イタリアの著述家ヨセフスによって提案された。まず自分に懐いている犬を紐で、マンドレークにつないで、自分は遠くへ行きそこから犬を呼び寄せる。すると、犬は自分の元に駆け寄ろうとするので、その勢いで、マンドレークが抜ける。犬は、悲鳴で死んでしまうが、犬一匹の犠牲で無事に、 マンドレークを手に入れることができるという方法である。マンドレークの亜種として、ドイツに、アルラウネ、アルラウナがある。ここをドイツ語の語彙集においてすでに、マンドレークに対して、アルルーナ、アルロナ、アルルーン、アルランという単語が当てられており、伝承の古さが伺われる。元は、アルロナで、囁き、または、ざわめきを意味した、ルーンからで、謎を書かれたものを意味するという、 グリム兄弟、ドイツ伝説集、第84話によれば、盗賊の家系に生まれた者、妊婦なのに盗みをしたりしようとした女性から生まれた者、実際には無実なのに拷問にかけられて、泥棒の自白をした者が縛り首にされたとき、彼らが童貞であって、死に際に、尿や精液を地に垂らすと、その場所から、アルラウネ、または、ガルゲンメンライン、ガルジェンマンレイン、公主代の小人がジルとされる。 あるらうねを引き抜く方法は、マンドレークと同じで、犬に引き抜かせる。そうして、手に入れたあるらうねを、赤ぶどう酒できれいに洗い、紅白模様の絹布で包み、箱に収める。あるらうねは毎週金曜日に取り出して、風呂で洗い、新月の日には新しい布を着せなければならない。そうして、あるらうねに、いろんな質問をすると、この植物は、未来のことや、秘密のことを教えてくれる。 だから、これを手に入れたものは、裕福になるのである。しかしあれらうねにあまり大きな要求をすると力が弱って死んでしまうこともある。持ち主が死ぬと、末の息子がこれを相続する。その時父の棺には、パンの切れ端と一枚の貨幣を入れなければならない。しかし、息子が父より先に死んだら、所有権は、長男のものとなる。この時も末の息子の棺に、 フンの切れ端と貨幣を入れなければならない。あるラウネは必ずしも植物の根であるというわけではなく、家の精霊コボルトと混同されて小さな人形であったり、小動物であったりすることもある。いずれにしても入手困難で世話も大変である。ヤーコプグリムはドイツ神話学第37章薬草と功績において、 アルラウネの語源はドイツ古代の女神アルラウン、アルロンではないか、と主張した。想像上のマンドレークやアルラウネは古くから様々な創作物に登場してきた。シェイクスピアのオセロやロミオとジュリエットにもその記述が見られる。また、小説のみならず音楽の世界でも採用されている。フランスの現代音楽の作曲家。 トリスタン・ミュライユのピアノ曲、ラ・マンドラ・ゴールは、この植物を題材としている。ドイツのは、公主系になった男の性液から生じるという伝承を発展させて、人工受精で生を受けた美少女が、周囲を破滅させてゆくというゴシックホラー小説、アル・ラウネ、1913年書いた。同様のモチーフは、水木しげるの、ヨーカ・アラウネなどの他作品でも展開されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。